どうも皆さん、おはろうばんは。トワイライト、セツです。今回使っていく武器は M8A1 です。で、こいつをフルオートにして、英国の、そこに、いやいや、英国と、危ない。ちょっと待って。危なかった。ストックと英国と、セレクトファイヤーをつけてフルオートにしております。この武器はね、フルオートにすると、すごい強い。でも、この武器を使うときはもうフルオートっても自分の中でね、決めてるんだよね。4点バーストだとね、いかんせんちょっと自分的には。あーやばい。使い、あー危ない。危ないね。おー、もう一人来る。ね、4点バーストだとね、いかんせん、制圧射撃とかそういうのできないから。いいね。フルオートにするとね、すごい使いやすいんだ。威力はちょっと下がりますけど、その分ね、その分、おおっと喋ろうとした時に、その分この連射力と機動性かな、ストックつけた時の、それが強いんだよね。うんこいっちゃったな。お、戻ってきた。危なかったぞ。リロードして、ちょっと回復しようかな。はい。よし。あー、戻っては来ないよね。上に来ない。で、戦って、下？上？下？どっちだ？わかんないぞ。いや、いるんだよね。ちょっと攻めたいけど、ショットガンだから怖いんだよな。あ、いるぞ。ここで待ち構える。やばい。向こうも待ってるぞ、これ。俺、後ろから行くぞ。あー、うわ、そんなとこにいたのか。うまい。やられた。あー、そう。ちょっとね、撃ち続けると、危ない。撃ち続けるとね、結構反動がでかくて。ちょっと指切りしないとね、遠くの敵、あ、ちょっと今にひどい。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。俺を怒らせるんじゃない。あれ？今どこに行った？そっち？ここに。やばいやばい。退散。奴は近づいて、大丈夫。お？ここでホストの引き継ぎって。ホスト抜けちゃったよ。やばいな。なんかこのまま終わりそうな気がする。大丈夫かな？あー、人数すごい。あ、減ってはないね。よし。おーっと、待ってよ、ちょっと。ああ、奥にいんのかな。敵の UAV。そこだ。え？ああ、左にも。よし。危ね。あー、ちょっと早い。鬼リスだね。相変わらずフリーウォールは。上。じゃないな。あれ下だったな。そこ顔出す。何？痛い。あー。くー。怖いな。あそこ。え？倒せてない。あ、ちょっと取られた。あ、危ない。痛い痛い痛い。何人来るんだよ。あー、ちょっともう、何人来るんだよ。ん？よし。そこの中にずっといるね。
上から攻めるか。ああ、ちょっと待ってよ。UAV か。持ってきてねえもんな、UAV。あぶね。あ、うまい。すごいな、ハンドガンであんな距離を。入っていったな。上から。登ってこないな。よし。ここから、4点に切り替えて。ナイス!やっちゃったいや。逃がさん。そこにいるぞ。よし。ほい。後ろ。来ない。外。こっちに入ってくる。こっちに行っちゃう。あーや、あーうわ。展開が、ちょっとまた?ちょっと何回やれば気が済むの?また、すごい、メンバーがそう入れ替えになってる。逃がさん、上か?よし。奥にもいるね。4点に切り替えて。これ。あ、しまった。そこ。あ、ちょっと。え、ひどくない?ちょっと待って。3回目だよ、3回目。なんでこんなにホストが抜けるんだ。悪いな。あ、いたいたいた。後ろにもいた。4点。来ないんだよね。危ない。ん?こっちから。そっちか。右側だ。よし、もう一人来るぞ。あー、後ろから来ると思ったんだけどな。あともう一人。こっち側だ。10発で。来なーい。爆発した。よし。ってことでね、今回はホストが抜けるのが多かった。英国はね、個人的にはあんまり使いやすいとは思わないんですよね。ちょっとこの、ちょっと倍率が上がるのが、個人的に狙いにくくてね。でもこの銃は、フロートにするとすごいとても使いやすいですね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたねー。